高機能素材の創生や高強度接合などの周辺加工技術の基礎的研究開発から信頼性評価試験まで幅広く対応した支援を行います。 FSW やファイバーレーザーなどの最新の接合加工に対応しているほか、当センター独自のプレス加工による異種材料接合技術開発にも取り組んでいます。また加工された各種部材、製品の強度特性などを評価するための一連の設備を備えており、新たな素材開発や実用化技術を支援しています。二次元摩擦攪拌接合装置は、回転するツールを接合したい箇所に押し込み、発生する摩擦熱により材料を軟化・組成流動させて非溶融状態で接合する装置です。アルミニウム合金、マグネシウム合金などを主材料とした自動車部品、鉄道車体、航空機、ロケット、橋梁をはじめとした各種部材の接合、さらに鋳物材などの表面欠陥除去や組織制御などの表面解質に利用できます。複合化成形サーボプレス機は AC サーボモーター駆動によりスライドモーションを自由に設定することができるプレス機です。板金や鍛造加工において製品精度の向上のほか、加工工数の低減や高サイクル化、金型の長寿命化が可能になります。また単接、パンチングなどによる異材接合など、マルチマテリアル部材の創生にも活用できます。フェーズドアレイ超音波短焼試験機は、アレイ短焼紙により材料の内部の状態を非破壊で確認する装置です。金属材料や樹脂材料などの部材・製品に対して水中で高速自動スキャンすることにより、画像情報から内部の欠陥の有無、分布状況、大きさなどを分かりやすく非破壊で確認することができます。ギガサイクル回転曲げ疲労試験機は、従来長期間を要していた疲労試験を最大16本同時に行い、効率よく短期間での疲労曲線の取得を可能にする装置です。また腐食環境及び高温環境下での試験のほか、試験中の負荷荷重を変動させることも可能です。ファイバーレーザー高速微細加工装置は、高速 2D スキャンヘッド及び多関節ロボット動作で加工対象物にレーザー光を照射し、高速かつ精密に金属表面の溶融やマーキングを行う装置です。ミリメートルオーダーの領域における溶接、表面除去、表面解質などの加工ができます。高機能素材ラボでは、工業材料の加工技術やマルチマテリアル化、製品や部品の精密測定技術に関する試験研究・指導まで一貫した支援を行います。